こんにちは、ノーズチャンネルです。いよいよですね、大阪フィルハーモニー交響楽団で、私が定期を吹くのが残りの2回になりました。そのうちの、一番キンキンなものでですね、今度の1月の18日日木曜日、19日の金曜日、フェスティバルホールの定期、それとですね、あと、22日の月曜日に東京で行われる、定期が、ラスト2な感じなんですけれども、そこで今日、使う楽器を皆さんに、またお知らせをしようかなと思って持ってきました。この楽器はですね、ゴッドフロアという楽器ですね。ゴッドフロア、ほとんど博物館にしかない楽器なんですけど、ルイローの、弟子入りしたのがゴッドフロアですね。だからルイローの師匠にあたるわけですね。でルイローはそのゴッドフロイの工房で、修行して、後に独立するんですけれども、それ以前の楽器ということになります。見ての通りこう非常に、美しいアールヌーボーど真ん中というか、それよりも前の、彫金細工な感じですね。重量もすごく軽くてですね、これ製造番号は1034番なんですけれども、おそらくですね1850年代、のものと思われますね。非常に貴重なものです。これ私の主観なんですけれども、そうだな、ルイローが女性的な楽器という言い方をするとするとですね、私の感覚としてはこれ非常に男性的な楽器です。男性的と言いましてもいろんな種類の男性的があるので、これはあくまでも私の個人の感想なんですけれども、ここで一つお話をしたいのはですね、ここで吹いている私の音は私の耳に聞こえてるんですけれども、客席で聞いていらっしゃるお客様には多分全然違く聞こえていると思います。それでですね、今回またこのように、ここで、近めの、まさにその私の耳に聞こえている音を皆さんにも聞いていただいてですね、できればその喧騒外に足を運んでいただいて、客席でどう響くかなんていうことをまたご意見ご感想などねいただけると私としても勉強になりますし励みになりますし、もちろんね指揮者はマエストロ小高忠明さんで、大阪フィルでね、大阪フィルといえばもう昔からブルックナーは朝比奈隆時代からお箱なので、そこも一番聞いていただきたいというか、そこは私が多分話さなくても皆さんそこに興味を持っていらっしゃるんじゃないかなと思っているので、今回はその私が使う楽器について、ちょっと、述べてみた感じですけれども、今から吹いてみますので、ブルックナーの交響曲6番ノバーク版なんですけれども、いくつかピックアップして吹いていきますので、ちょっとどんな音色になるのか、正直私の耳には聞こえないですね。私の声が録音した時に、自分の声と違って感じるように多分演奏している私にはこの音は聞こえないので、皆さん、どうかよろしくお願いします。例えばこんなところかな。
楽章ですとね、例えば、三楽章、トリオのところですけれども、こんな感じですかね。これが、どのように聞こえるか、私には多分聞こえないというか、客席ではいけませんので、皆さんが、楽しんでいただける、ことを願ってやりません。今後も、ご視聴、登録、グッドボタンよろしくお願い申し上げます。